はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは、デッドバイデイライト、アルティメットエディション。デッドバイデイライト自体はね、もうすでに発売されていろんなバリエーション出てるけど、今回はね、新しいバリエーションが出るということなので、早速サイトを見てみようかと思います。ということでこちら。はい、デッドバイデイライトアルティメットエディションまんまですね。まあ、公式日本版までつくのかな、この下に書いてあるけど、デッドバイデイライトアルティメットエディション公式日本版、多分パッケージにもこれがついてたんじゃないかなと思うのですが、あれですよね。デッドバイデイライト自体はそのなんだっけ、この殺し屋とこうなんだっけ、まあ、にあの要はあのここに書いてあるか、殺人鬼と生存者か、だからあの殺しに来る人とそれをこう逃げる人で、まあ逃げ切れば勝ちだし、まあいろいろこう仕掛けをやってね、であの殺人鬼の方が勝ちだしみたいな、そういうような非対称ゲームみたいな感じのやつなんですけども、まあそのマップなりね、そのなんだこうキャラクターなりね、そういうのがいろいろとこうまあシナリオかがバリエーションがいろいろ出てるんですけど、まあだから多分まあいっぱい出てるけど、多分メインのものは同じで、多分こう追加のやつが違ったり、あとあれか、サイレントヒルとかね、なんかいろいろ他とコラボしてるようなやつもいろいろ出てるんですけども、まあ今回はなんかいろいろ特殊、今までのやつ出たやつの中で、なんかまとめたやつっぽいんですよね。まとめたっていうか、まあ、あの、いいやつを集めたって感じのようです。はい。で、命をかけた1対4のアクションホラー、13チャプターを収めた最強のバリューパック。殺人鬼と生存者、1対4の命を分けたアクションホラー、殺戮場と呼ばれるフィールドで殺人鬼1人と脱出を試みる生存者4人が戦う非対称型のアクションホラーゲーム。継続的に追加されるコンテンツとシンプルで何度も遊びたくなるゲーム性で、全世界4800万人以上のプレイヤーがプレイしましたということですが、まあもうだいぶ時間も経ってるしね、バリエーションもいろいろ出てるから、多分入れ替わり立ち替わりなところはあるかと思うので、もう僕はプレイしてないんだけど。はい。で、生存者を追い詰める17体の残忍な殺人鬼。残忍な手段で、生存者に襲いかかる残忍な17体の殺人鬼を収録。ハントレス、トラッパー、レイスなどの定番キラーから最新チャプター、殺人カラスの肖像画に収録されたアーティストまで個性豊かな殺人鬼がお楽しみいただけます。まあ、だいぶ物騒な表現ですよね。殺人鬼をお楽しみって言われてもね。はい。で、恐怖に満ちた13チャプターを収録したバリューパック。これまで追加されてきた3年分のチャプターの中から、恐怖に満ちた13チャプターを収録した最強のバリューパック。膨大な追加コンテンツを購入してすぐに楽しめるため、これから DVD を始める、まあ、デッドバイデイライトね。を始める人にとっても、さらに深くゲームを楽しみたい人にとってもお得な商品となっています。ということでね。まあ、ちょっと僕もね、これさすがに過去に出たやつの中からね、どのパッケージにどれが入ったかとは知らないんですけど、まあ、一応こういう13個のね、オブフレッシュ&マッド、スピークオブマッドネス、カーテンコール、断絶した血脈、血脈か。血脈じゃない、血脈ね。ダークネス、アマンガースとのコラボでもしたのかな。辛抱者の終焉、呪われた遺産、憎しみのチェーン。なんか憎しみって見るとなんか小僧寿司を思い出しちゃうんだけど、まあいいや。彼方への、効果、肉親の結合、オールキル、魔女の時、殺人カラスの肖像画、まあ13ね。チャプター入ってるということで。まあ、ちょっとどれに何が入ったか知らないんだけど、多分これは、これから遊ぶ人にとってはこれがおすすめだよっていう、まあ、提案なのかなというふうな、感じがしますね。ということで、ハードが、Nintendo Switch、PS4、PS5 版ね、それぞれ出るんですけども、まあ、それぞれのね、オンラインサービスに入ってないと遊べないかな。基本的には、はい。ということで、プロダクトインフォメーション。タイトル、デッドバイデイライトアルティメットエディション公式日本版、発売日2022年5月12日、希望小売価格はどのハードもね、6900円税別となっています。で、ジャンルはホラーアクション。プレイ人数は2から5人、オンライン専用ですね。だから、一人で遊びたいって言っても、ちょっと、ごめんなさいってところですね。レーティングは 0Z ですね。
で、対応言語が日本語、英語、中国語で、まあいいや、ここら辺はいいか。パッケージの発売も、まあいいんだって、ギャラリーが、これちょっと、いつもサングーさんのね、サイトって下の方にね、こうスクリーンショット出てるんですけど、まあ、こうやって、クリックすると綺麗な絵が出てきます。なんかもやっとしてたかと思うんですけども、こう綺麗な絵がね、綺麗な絵が出てくるって言っても、ちょっといきなりこれも、怖いけど、ちょっと、怖いんだけど、なんか不気味だよね、相当ね。コピーだよね。で、これが13チャプターの、あれかな？上が殺人鬼で下が生存者っていうか逃げる人たちかな？で、うわ、なんとも恐ろしいシーンが。まあ、そんな感じになっています。ということでね、まあ実は僕はね、実はオンラインゲームほとんどやらないんで、実は PS、プラスに関しても、ニンテンドースイッチオンライン、まあ、最初のね、始まった時1年間ぐらい入ってたんですけど、全然オンラインゲームやらないから、今解除してるし、まあ、PS プラスは、ちょっとね、いろいろオンラインのゲームチェックしたゲームが溜まってきたらね、オンライン遊ばないのに買っちゃったりしてて、ね、溜まってきたら、ちょっとそれをテストプレイ的にね、レビュー書くためにプレイする、1ヶ月だけ更新とかやるんですけども、だから実はデッドバイデイライトプレイしたことないんで、まあ、東京エンカウントでね、プレイしてるの見てて、ああ、こんなすごいなって感じで見てるようなぐらい。だけど、まあ、基本あれですよね。みんな、あれですよね。その、配信者の人たちがね、結構、プレイ動画配信してるし、多分、人によっては、なんだっけ、名前忘れちゃった。イケメン、僕イケメンの人か。ラーメンつけ麺、僕イケメンのあの人とかね、がやってるのとかが有名なのかなという感じがしますけども。まあ僕が、でもこの前質問でね、オンラインゲームじゃないや、なんか一緒にゲーム楽しみましょうよって質問が来てたけど、まあこういうのなのかな。でもちょっと、うちの動画配信のね、環境もあれなんで、あれなんですけど、まあちょっとね、まあ、どっかで一回デッドバイデイライトはね、拾おうと思ってはいるんですけども、なかなか、こう、買う勇気がね、まあちょっとオンライン系のゲームを、ちょっと、ストック、一回吐き出すのに、去年あたり PS プラス一回入ったんですけど、もう今抜けちゃったんだ。またちょっと少しね、オンライン系のゲームが溜まってきたら、また、一ヶ月ぐらいちょっとプレイしようかな、という時に、こう、いいタイミングでね、どうせまた次出るんですよ、これ。もう何個か出てますからね、シリーズはね。シリーズっていうかパッケージね。だからまあ、どれでもいいんですけど、まあ、ちょっとね、チャンスを見計らって買おうと思うので、僕は今回もパスということですが、皆さんはね、まあ、多分このセット内容的に言うと、今から始めるにはいいセット内容に見えるので、まあ、そういうような選び方もあるかなと思います。はい。ということで、この動画が役に立った方は、グッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカーでした。